朝はね牛乳飲むようにしたんですよ。この粉で水溶かしたら牛乳作れるから。今日は40キロ先にカナダの国境があって、それが6時に閉まるんで、6時までにそこ通過できたら今日は夕方まで歩けるっていう。夕方がね正直一番歩きやすいんで、アラスカって結構日差しが強くて白夜の問題で3時とか4時ぐらいが一番暑くなるんかな。だからそうやな、4時ぐらいにそこの国境をパスできたら6時ぐらいが一番歩きやすいんで、6時ぐらいからまあ10時ぐらいまで歩けるから、まあ、できれば、今日パスできたら最高やなって。そうだろ、今一瞬リスバーって横切ったんですよ。でその後に子グマがそれを追いかけてきたで。今のはあれやな、ブラックベアでしたね。怖いって。まあいそうやもん確かに。マジ焦った今。今日は国境を目指して歩けるんですけど、一つだけね、まあ二つか、二つ心配していることがあって、まず一つ、僕アメリカ入るときにパスポートにスタンプを押してもらうの忘れてたんですよ。あの飛行機でアメリカ入ったんですけど、その時にね、なんか特別室みたいなとこ連れて行かれて、なんかこいつ怪しいぞ、スーダン3回入ったから。そう、僕スーダン以前3回入ったことがあって、でアメリカスーダン入るとエスタ取れなくなるんですよ。だからこいつはなんか怪しいって言って別室連れて行かれて、いろいろなんか言われたんですけど、なぜかその時アメリカのスタンプくれなくて、今日アメリカ出国する時になんかいろいろ言われるんちゃうかなと思って、ちょっとそれが一つ心配な点と、あとはカナダ6ヶ月滞在できるかみたいな。アラスカ、カナダ、アメリカ、メキシコ、この区間はなんか90日とか6ヶ月しか滞在できないみたいな、合計で。ちょっとよくわかんないルールがあって、もしかしたらカナダ6ヶ月滞在できへんちゃうかなと思って、今ちょっとそれ心配してます。ビザ気にしながら旅するのほんまに好きじゃないんで、ちゃんとそこは6ヶ月カナダ滞在できたらもう最高ですね。ボーダーまであと9かな、9マイル。うわー、いい天気になってきたな。まあ未舗装地帯なんで車通ると結構砂ぼこりがすごいんですよ。待って、これどっちやろ。ちょっとだけ雨降ってくれたら砂ぼこりもマシやと思った。やし、涼しい、何よりそれが一番嬉しいな。舗装されてるかな。ああ、爆発しとるやん。朝作ったトルティーヤね。うん、うまい。この前から入ってましたね。トップオブザワールドハイウェイ。雪や、雪っていうか氷かな、氷の形で。あと2時間でアラスカ抜けます。なんかあんま実感ないな。いやでも果たしてこんなところでボーダーがあるかどうかで、 Google マップではあるって書いてるんですけど、これ標高 1000m やで、あるかこれ。ラストアラスカ、こんなに急いでいいんかちょっと分かれへんけど、今日抜けたい気分なんですよね。あともうちょっと、あと3キロくらいかな、40分。あー暑い。どういうことだろうこれ。
時間が変わるんかな。1時間、カナダの旗見えた。ツッコめ。よっしゃ、入ったぞカナダ。最高すぎる。カナダ入りました。カナダ入りました。言ってるかなこれ。Different time here? Really? Thank you。すげえ。結論からはお話しします。カリブスタンプまずいただきました。マカイのスタンプ押してもらえるんですよここで。それもらいました。あと、まあ、ちゃんとカナダ入れたこと、それとなんとカナダ6ヶ月滞在できるということで、素晴らしい結果になりました。今日ガチで嬉しい。そしてこの景色、お、あ、500点、今日もう素晴らしい。 Thank you。 今日はちょっと疲れたからこの辺で休もうかな。カナダに入ったキロメートルになったな。80メートル、あと2舗装置車になった。今日はどうしてもトップオブザワールドハイウェイで食べたいご飯があったんですよ。これで焼きそば、これスーパーで売ってたんでちょっと贅沢に買っちゃいました。まあそんなに高くなかったんでね、これ。はい、今日は焼きそばです。あとね、やばいっす、ビールいただいちゃいました。あのおっちゃんがくれました。マジで嬉しい。今日はほんまは1キロ20キロは行こうかなと思ってたんですけど、ちょっとねあまりにもハイペースで坂登りすぎてちょっと体力的にもう無理なんで、もう今日はここで終わっちゃいました。まあまあまあ、まあ、次の町まではドーソンシティっていう町なんですけど、ドーソンシティはここから100キロぐらいなんで、まあ大体まあ2日ぐらいで行けるんちゃうかなって。で、すごい、ちょっとね標高今標高1300メートルかな。だからちょっと膨らんでるなと。くぅ、おちゃんありがとう。あーやばい、今日はなんか全てに感謝できる、最高や。あ、カナダは結構簡単に入れたんですよ。6ヶ月滞在できるとも言ってたし、ただね多分一番難しいっていうのは、多分不可能なのはアメリカなんですよね。アラスカ、アメリカから今カナダ入ったんですけど、アメリカは結構特殊で、近隣諸国カナダとメキシコはなんかその陸路で移動する場合は出国したことにならないんですよ確か。だから今アラスカからカナダに入ったけど、アメリカ出国したって多分なってないと思うんですよ。だから仮に僕があと6ヶ月ぐらいカナダ滞在して、でアメリカに陸路で入国する場合が多分不可能なんですよね。そう、出国したことになってないから。で再入国っていうのも多分ないんで、多分アメリカは。まあ一応行ってみますよ、そのカナダアメリカの、ボーダーは、このリアカー引いて行ってみるんですけど、多分ね無理やと思うんで、一回その日本に帰国しないとあかんと思うんですよね。あと半年後ぐらい、ちょっとわからんな今は。とりあえずまあカナダ入れたんで、はい、6ヶ月冬怖いですけど、ほんまにでもアメリカちょっと難しいですねやっぱり。一応そのアメリカビザを取得したんですけどね、まあ、一応僕はあのビザ取得したんで6ヶ月は滞在できるんですけど、難しいよね。この焼きそばの作り方も難しい。ちょっと日本と違うからさ、今日結構足疲れとるからちゃんとストレッチしないとね、また足痛めるわこれ。で明日とかも結構アップダウン多いんで、ストレッチはやっぱしちゃんとしとかないと。よっしゃ、じゃあ
いただきます。国境で結構いろいろ質問されたんですよ。こいつはなんかいろいろ聞かなあかんと思われたんか知らんすけど、なんか他の車とかは結構スムーズにスーって抜けてたんですけど、僕はねすごいなんかいろいろ聞かれて、聞かれたことはカナダのどこに行くんやって言われて、どこ目的として歩いてんのって言われて、自分はカルガリーに行きたいって言ったんですよ。でカルガリーは僕はその3年前留学してたから、そのマザーに会いに行くんだって言って、どれぐらいでカルガリーまで行けるって聞かれて、まあ3ヶ月4ヶ月ぐらいかなって言って、であとはまあ保険のこととか、お金どれぐらい持ってるんやとか、そのなんかあの提示するあれはなかったですよ。その証拠とかはないんですけど、カレンシーっていうアプリ使って、でこれぐらい持っとるって言って、この旅家族知ってるかとか、あとはなんでこんなことしてるんやとか、こうこうこういう理由でやってるんだって言ったら、 That's nice って言ってくれましたね。思ってたよりスムーズに入れましたね。